北京議定書は、1901年9月7日に、北京で調印された、義和団の乱における列国と、新国、義和団との戦闘の事後処理に関する最終議定書。日本の外交文書における、正式名称は、北進事変に関する最終議定書である。また、中国ではその年をとって、新中条約、新中和約ともいう、欧米では、ボクサープロトコルの呼び名が、 一般的である。なお、1900年10月から始まった和議交渉から、その内容ごとに逐次列強国と新国間で協定を締結し、一部はすでに施行されていた。本議定書はその条件履行の最終確認として、双方全権出席のもと調印されたものである。北京議定書により、公使館区域全体が大幅に拡大されたため、日本政府は、 陸軍不評隊兵衛と新公使館本館及び付属官舎を設置した。1912年の公使館区域。各国が公使館と共に兵衛を設けている。この議定書は、列国協議のもとで政調に拒否を一切認めない。形で認められ、首都北京を占領された新庁はこれを飲まざるを得なかった。そのうちでも公使館周辺区域の警察権を列国に引き渡したり、 海岸から北京までの初拠点に、列国の中平権を認めるといったものは、新潮領域内でその国権が否定され、列国が統治する地域が生ずるものに他ならなかった。この状況は、第二次世界大戦の終了まで事実上維持された、義和団の乱の再発を列国が恐れたための内容で、あるとも言える。新潮国内での警察権、中平権の禁止にとどまらず、海外団体結成禁止、 地方管理への排外団体取り締まりの言明、それに背いた場合の罰則なども盛り込まれている。また、外国人殺害のあった、シフの下挙受験禁止などは中国ならではの厳しい、見せしめ政策であったと言えよう、北京に定所で成長に定められた、賠償金4億5000万両という額は、年間予算1億両足らずであった、当時の成長にはまさに天文学的な要求であった。 さらにその賠償金の支払い源を、会館税など確実な収入を得られるものを差し押さえる形で規定されていた。その後政調はこの支払いを履行したが、莫大な拠出はその後の改革の施策を限定せざるを得ないこととなり、かつ侵略を防ぐためとして、投資対象が軍備優先となったために、北洋軍の総帥である遠征外の牽制をさらに増大させることとなった。 また、改革遂行のために、さらに列国や外国資本銀行の借款に頼り、外国への依存をさらに強めることとなった。民衆へは、税の増額という形で負担がのしかかり、さらに困窮にあえぐこととなり、成長への不満が高まった。賠償金は1912年に、新庁が滅亡した後も、成長を引き継いだ国家とみなされた中華民国に、そのまま追わされ、 中央政権が軟弱な基盤しか持ち得なかった理由の一つとなった。列国も成長や中華民国が賠償によって苦しむ姿を見て国際社会の批判や自国の中国権益減少を恐れ第一次世界大戦前後から賠償金の緩和をたびたび言った。特に20世紀初頭に中国接近の度を強めていたアメリカは1908年に条件付きの減額に応じ その減額分を米国に向けた留学生援助として北京での留学予備校の設置と経営に充当させた。これが現在も北京にある聖火大学である。結局1938年までに6億5000万両が隠れ国に支払われ、ようやく賠償は終了した。ありがとうございます。